なたは誰ですか？君を作った人間だよ。立てるね。はい。ついてきなさい。はい。誕生おめでとう。あれが太陽ですか？太陽光線にさらされてわずかに体表面温度が上昇しました。おいで。ご覧、あの森の中にあるのが家だ。君はあの家で僕の世話をすることになる。お入り。まずはコーヒーを作ってもらいたいのだが。コーヒーは知っていますが、作り方が分かりません。そうだったね。さあ、飲んでごらん。作り方は覚えました。次からは私が作ります。どうだい？私はこの味が嫌いです。それでいい。そういう設定だった。それで飲んでごらん。甘みが増え飲みやすくなりました。コーヒーは私の体内へ正常に吸収されました。あなた以外の人たちはどこにいるのですか？どこにもいない。君はそれをどう処理する？君には死を学んでほしい。ん？いただきます。いただきます。うまいが少し塩が多いかな。わかりました。これが何だかわかるかい？ウサギが出るんだよ。それなら今朝見ました。でも私たちの食べ物を勝手にかじるなんて嫌な気持ちがします。Thank you.
47億33万2881秒後、私は活動を停止する。生き物はいつか必ず活動を停止する。綺麗な音です。風が作り出す偶然の音楽なのですね。私は好きです、この音。3、2、1。私が生まれてからちょうど1ヶ月が経ちました。僕はあと1週間で死ぬ。僕が死んだら丘に埋葬してほしい。君を作ったのはそのためなんだ。わかりました。また。どこか壊れちゃったの。まだ暖かい。そうだ、あの人に直してもらおう。どうした？一体何があったんだ？直してください。この子を直してください。この子はもう死んでいる。君の手当てをしなくては。他の倉庫へ行こう。それが死だ。ごめんね。私はあなたを恨みます。なぜ私を作ったのですか？私はあなたを、死んでしまったあなたを埋めなければならないなんて辛いです。ここなら木の上に鳥の巣があるから寂しくないよね。僕は明日の午後に死ぬだろう。残り何時間ですか？1729秒。私も自分の停止する時間を正確に知っています。そしてあなたも。
崖から落ちた時見たんです。この森の本当の姿。人間はずっと遠い昔にいなくなったのではないのですか。どのくらいの間一人でいたのですか。僕は150年前に作られた。僕を作った彼女もその150年前に誰かに作られ、その誰かも誰かに作られ、人間がいなくなってからずっとそれを繰り返してきた。でも僕は僕の意志で君を作ったんだ。僕はこの世界に生まれてこれたことをとても幸せだと思うから。ありがとう。